もともとザジズゼドの発音が苦手なんですけども、イゾラっていうアルバムタイトルを喋るのにこの間何回も噛んでしまって、ちょっと言いにくいなと思って思い返してみたらですね、最近のアルバムですね、あるいはアナーキーとかアトム未来派ナンバーナインとかナンバーゼロとかアブラカダブラとか、みんなアで始まるんで発音しやすかったということに気づいたので、爆竹さんのこれまで発表したアルバムを母音で分類して枚数を数えてみるっていうことをやってみました。はじめに集計方法についての注釈なんですけども、例えば曲頭 I love you みたいなタイトルですけども、それはキというよりは今日でひとまとまりなので、世の方に引っ張られるということでおの方に分類してあります。そういう集計の仕方で数えてみたらですね、やっぱりあで始まるアルバムっていうのがね、タブー悪の肌に始まり一番多くて、全部で10枚ありました。比率で言うとこれまで発表したイゾラを含むアルバムのうちの 43.5% がアで始まるアルバムでしたね。圧倒的多数ですね。ちなみにイで始まるアルバムっていうのは69以来2枚目がイゾラということになりまして、一番低かったですね、8% 9% ぐらいの割合ですか、はい。ちなみにシングルについてはですね、まあ、結構アルバムとは傾向が違って、アルバムはアで始まるのが10枚、イで始まるのが2枚、ウで始まるのが3枚、エで始まるのが5枚、オで始まるのが3枚っていう結果だったんですけども、シングルで言うとですね、アで始まるのが14枚、イで始まるのが4枚、ウで始まるのが13枚、エで始まるのが7枚、オで始まるのが7枚ということで、アで始まるのが14枚、 31% に対してウで始まるのが13枚の 28.9% ということで、アルバムみたいにぶっちぎりでアが多いっていうことではなくて、アとウが同じぐらいの枚数ありましたね。これ無限ループまでの集計ですね。一応トゥーサーチも入れて、あとステッパーズとラブパレードみたいな両 A 面シングル扱いのものは両方カウントして集計した結果です。まあ人によって数え方多少の誤差はあると思いますけど、傾向としてはそんな感じですね。アルバムタイトルとしてはアが多い、シングルとしてはアとウが多いっていうことですね。まあどちらにせよですね、共通して言えるのはアルバムもシングルもタイトルにイで始まる曲は少なかったっていうことですね。